はい、基本一人です。いつもありがとうございます。5月もね、半ば過ぎて、もうかなり暖かいというかね、暑くなりましたね。ということで今日もですね、ぼっち飯、お昼にね、一人で、ご飯を作って、食べていこうと思います。今回はね、豚キムチということでね、作っていこうと思います。豚キムチっていう言葉はね、結構ね、そうですね、10年ぐらい前から聞いてますけどね、あまりね、作ったことないですね。今回レシピをね、見たらね、意外と簡単で作れて、結構人気メニューということなんでね、今回ちょっと作ってみようかなと、思います。はい、今回はね、豚キムチ以外にも当然ですけど、ご飯ですね、まず。そしてシューマイをですね、温めて食べていきます。そして味噌汁ですね、この辺温め直して、食べていきますね。で、豚キムチの方はね、豚肉 120g っていうことなんですけどね、本当ね、これ 120g しかなかったんですね。レシピにはね、本当はね、160g って書いてありました。で、キムチもね、同じ同量ですね、160g っていうことなんだけど、まあ、同量でやった方がバランスがいいのかもしれませんので、120でやってみます。あとですね、玉ねぎが4分の1ということなんですけど、これちょっと小さめなんでね、半分ぐらいやっちゃいますかね。あとニンニクが、少々。はい、こちらのニンニク使ってきますね。はい、ごま油。はい、使っていきます。あと塩ですね、こちら。はい、薄力粉をね、肉にまぶすみたいなんで、これですね。小さじ4って書いてあります。あと砂糖、醤油、お酒ですね、この辺を使っていきます。はい、最近ちょっとね、目の下が腫れてんですよね。ちょっと気になりますけどもね、まあ、痛くもないんでね、やっていきます。はい、はい、まず豚肉を切っていきますね。まあ、これはまあ普通に、焼肉で切るような感じで、まあ、ほとんど細切れだな、これぐらいかな。はい、こんな感じで切っていきます。小麦粉をね、小さじ4ぐらい、入れていくらしいですね。これぐらいかな、小さじ4って。こんなもんでしょう、適当ですけども。薄力粉でね、小麦粉をまぶすらしいですね。そうするとね、割とタレとね、よく肉がね、馴染んで美味しくなるみたいですね。なんかそんなことを聞きました、レシピで。はい、玉ねぎ半分使いますね。玉ねぎだけは安いんだよな、今な。まあ、結構これも大きめに切った方が、食感がね、楽しめるんで、大きめに切っておきましょう。はい、火をつけていきます。油を入れていきます。ちょっと入れようかな、いくらなんでもね。はい、はい、肉を、ごまの香りがやっぱいいね、香ばしい。ちょっとくっついてるから離そう。やっぱもうちょっと肉欲しかったね。本当にこれしかなかったからね。まあしょうがないですね。明日買いに行きます、同じ肉をね。はい、はい、だいぶ焦げ目がついたんでね。はい、あとはちょっと玉ねぎを炒めていきます。なかなか美味しそうだね。ここで玉ねぎがしんなりすればいいぐらいかな。キムチ入れてきますね。
肉と同じぐらいちゅうことなんでね、これぐらいかな。いや、これは本当にあれだな、ご飯にも合うしお酒にも合いそうなメニューですね。これに醤油が小さじ1だね。はい。で、砂糖が大さじ、あ、砂糖じゃない、お酒が大さじ4、1って言ったから、これちょっと多めに。あとは、ニンニクを少々入れて。あ、これ美味しそうな匂いだ。すごい美味しそう。はい。豚キムチってね、あんまり僕はね、食べたことなくてね、カップ麺ですね。最初に知ったのはね、カップ麺のね、豚キムチラーメンとかね、そういうのを、豚キムチって思いましたね、その時ね。まあ、美味しそうな名前だなと思って。うん。はい、出来上がりです。はい、ちょっと味噌汁温めます。こちらね。ご飯とシューマイを温めていきます。はいはいはい、できましたね。はい、こっちもできたと思います。はい、温まりました。どうですか、これ美味しそうだね。最初の味見が楽しみ。玉ねぎちょっと多めだけど、僕はね、やっぱり野菜が好きなんで。ああ、よだれが出てくる、見ただけで。まずこれぐらい盛り付けときますか。はい、あとね、ネギを振りかけますね。ここに。こんな感じで。はい。どうでしょうか。美味しそうだね。はい、どうでしょうか、こちらね、肉もちゃんと、もうちょっと肉入れたかったね、入ってます。はい、美味しそうです。はい、ということで食べていきます。はい、ということでいただきます。これは味見がね、楽しみですね。うん。うん。おいしい。これはおかわりしちゃうな、おかず。うん、いやー、元気出たね、美味しいから。今日実はね、あんまり元気がないというかね、まあ落ち込んでるってほどじゃないんだけどね、テンションが低くてですね、動画作るのもね、なんかちょっとね、躊躇があったというかね、なんかやりたくないなみたいなね、そんなテンションでした。ところがね、やっぱり美味しいんでね、よかった。シューマイ、やっぱ美味しいもの食べるのが一番元気になりますね。別にね、なんか理由があるわけでも何でもないんだけどね、やっぱりね、ちょっと気分が、沈み気味っていうかね、まあちょっと元気のない時っていうのはありますけども、美味しいもの食べるのがいいかもしれません。はい。うん。味噌汁、うん、はい、味も濃いんでね、これご飯が進みますね。うん、
キムチの旨味みたいなのが効いてるね。うん。シューマイも美味しいし。うん。おかわりですね。豚キムチ。美味しいです。うん。うん。はい、最近ね、ここ2日ぐらいね、なかなか YouTube、撮影する気持ちがね、起きなかったですね。なんか意欲がね、ちょっと落ちたというか、そういうね、ちょっと落ち込む時期って誰にもあると思うんですけどね、特にね、今ね、コロナうつとかね、そういうこと言われてて、もう結構コロナのね、事態になってから、1年以上過ぎててね、結構ね、自殺者も増えてるという、残念なね、お話もありますけれども、皆さんね、本当ね、コロナでなんかちょっとね、鬱になるっていうのはね、気持ちはね、僕も分かりますけど、気をつけていただきたいなと思いますね。で、僕の場合はね、コロナ鬱っていう感じじゃないんですけどね、まあ、ちょっとやる気がないっていうか、そういう時ね、まあどうしてるかっていうとね、やっぱり今日みたいにね、美味しいもの食べるっていうのが一番いいですね。あとはお酒の好きな人だったらね、やっぱお酒を飲む、気分転換する。で、僕の場合はね、やっぱり、一番のね、気分転換はね、睡眠ですね。やっぱり僕、睡眠時間ね、長い方だと思うんですね。だいたい8時間以上はね、平均で、寝てます。で、ちょっと嫌なことあった時はね、本当に10時間ぐらい寝るようにしてますね。それでね、結構ね、忘れちゃいますね、結構ね、大概のことはね。はい。まあね、YouTube なんかでね、コメント欄がね、あった時はね、結構、モチベーションが下がるようなね、コメントをいただいてね、結構、その時はね、結構、大丈夫なんですけどね、なんか、後々聞いてくるというかね、そういうのがあるんでね、結構、精神的にね、うん、積もり積もったね、なんか不快感というかね、本当はそうじゃないんだけどなみたいなね、こう反論したくなるようなこともあるんだけどね、コメント欄ってね、いちいちコメント欄で反論しててもね、僕一人なんでね、もう拉致が開かないんでね、まあそのまんまにしちゃうわけですけどね、そういう積もり積もったものが結構、落ち込ませるというかね、うん、そういうのがあると思います。はい、いきなりね、ご飯を食べてるとこから部屋を移しましたけどね、部屋はそんなに汚くないでしょ。まあまあちょっと物は出てますけどね。本当に落ち込んでたらね、もう本当に、片付ける気力もなくなってね、ごちゃごちゃ汚れるわけですね。ということで僕のね、軽く落ち込んだというのはね、まあ大したことないということです。そういえばね、今日気がついたんだけどね、砂糖をね、調味料の中に入ったんですね。小さじ1杯砂糖を入れるっていうのが。あったんだけどね、僕はこれでも十分美味しいと思いますね。うん、甘くなくてもね、かなり美味しい。うん、うん、食事って大切だね。しかもその栄養とかね、もちろん大切ですけどね、美味しいもの食べてね、美味しかったっていうね、気持ちをね、味わえるっていうね、これがね、やっぱ精神的にね、かなり救われますね、本当に。
いや、今日やっぱ撮影がしなきゃいけないと思って、まあね、撮影するならね、やっぱりある程度作ったことがない新メニューとかね、特別なものを作りたいと思って、本当頑張った甲斐があったかなと思います。本当これ美味しかったです。これ濃い味なんでね、多分僕はお酒飲めないんでよくは分からないんだけどね、ビールとかには絶対合いますね。これをかき込んでね、そんでビールをごくごく飲むっていう感じ、結構ね合うんじゃないかなと思います。はい、ごちそうさまでした。やっぱ豚キムチ、美味しかったですね。これはね、本当に弟が、次男三男、僕もそうだけどね、母親よりも、その3人が喜びそうなメニューですね。下手な焼肉屋なんかよりよっぽど美味しかったな、本当に。なんて言うんだろう、焼肉屋でね、食べる焼肉よりも美味しかったかもしれないです。まあ、僕はね、あんまり最近肉はね、そんなたくさん食べたいと、思う気持ちはね、ないんだけどね、今日のは美味しかったね。もっと食べたいと思いました。はい、ということで今日はですね、豚キムチを作って、食べましたね。それ以外にも味噌汁とかシューマイとかありましたけど、まあ本当にね、豚キムチうまかったですね。これは絶対作ります。次もね。ということで、最後まで見ていただいた方、ありがとうございました。基本一人でした。